ジョン・クローフォード・ブラウンは、スコットランドの風景画家。グラスゴーに生まれたブラウンは、オランダやスペインを旅した後に、ロンドンに今日構えた。その後、生まれ故郷のグラスゴーに戻り、最終的には、エディンバラに定住して、ビンセント通り10番地で没した。ブラウンは、王立スコットランドアカデミーの会員であった。ブラウンの作品、ザラスト・オブ・ザ・クランは、1851年に、 スコットランド王立美術協会の求めにより、W. リチャードソンによって版画が制作された。1833年、ブラウンは王立美術院において、作品番号278、A.C. in t ン・ e Raven's b o n ントを公開したが、当時の住まいは、チェルシーのロバート通り10番地であった。同じ年には、さらに2作品をブリティッシュインスティテューションと、 サフォークストリートイグジビションで発表した。この記事は、パブリックドメインの辞典本文を含む、フェーガン、ルイス・アレクサンドル、ブラウン、ジョン・チャールズ、イン・スティーブン、レスリー、ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー、7、ロンドン、スミス、エルダー &CEO。ありがとうございます。